って。ダメだね。ちょっとしばらく待ってみたんですけどね、あのブーンってならないです。この間鳴ったんだけど、昼間なんか時間とかあんのかな。2って書いてあるから1もどっかにあんのかな。うぅ、気持ち悪い。はい、登ることはない。登ったらさすがに怒られるから。じゃあか、1、2ってこの辺に書いてあるのか。はい、ここが、この鉄塔がちょっと音出してくれないとどうにもならないんですけど、ちょっと蚊に食われまくってるんで帰ろうかな。謎は何しに来たんだろう。何人もないよ。北山の霊園の裏にある鉄塔ですよ。おっと、なんかいたぞ。なんだろうね、がっかりしたら鳥肌が収まってんもんだ。うん、ここちょっとまずいわ。なんか左側がビリビリし始めてきた。ちょっと、ちょっと電磁波なのかな。左側がビリビリしてくるっていうのはあんま体によろしくないよね、こういうとこずっといるのね。戻るか。戻りますか。じゃあちょっと、うん、はい、昆虫たちがいたずらしてますね。じゃあちょっと戻ります。切り替えましょう。結局鉄塔はブオンボン言わなかったということで、はい、残念。なんだか残念無念。また来週だ。なんだよ、結局何も起きなかったじゃないの。まあ家に帰ってみて編集してみたら何かしらあるのかもしれないけどね。まあ雨予報なので戻りますか。はい、後ろ、鉄塔ちゃん。鉄塔ちゃんもう見えないわ。ボン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 はどこ。この間ボンボン聞こえたの、ここ降りて右に曲がったらすぐ聞こえたんだよね、ボンボン。空気いいよな、でも。こっち行くと民家ですね。民家と、マッハなヘビがいます。おっと、早かったやな、あのヘビ。まあヘビ級なんでしょう。結局、うん、聞こえない。やっぱ時間帯なのかな。ちょっとボンボンならないとさあ、なんか変なの入ってるっていうのができないじゃん。
電磁波 で携帯機器を持って撮影してるわけじゃないですか。しかも昔のガラケーだから、ラジオの混線じゃないんですけども、あと電話とか無線とかね、そういうのが紛れて電磁波に乗って録音されましたという、はい後ろっていう感じの可能性もあるじゃないですか。違うのかな。どうです、この自然豊かな友部心霊スポットですけども、いいところじゃないですか。どうですか、皆さんでここ散歩なんていいんじゃないですか。犬の散歩もありですよ。うちはこういうところは昔から好きなんでね、あの古墳とかさ、はい後ろ、知られてないだけでちっちゃいやつがある可能性があるんですよ、こういうところね。もともと友部って小さい古墳の集まりの場所なんで、だからその辺掘ったら土器が出てくる可能性もあるという。そうそうっていう、そういう町なんだから、はいはい後ろ、弥生時代とかのさ霊とか出てきてもよくない？もう今必死になって登ってるから、いいネタがなんか面白いこと言えませんわ。なかなかの、北山霊園の、なんか踏んだ、あ、ぼっこね、ぼっこ踏んだのね。北山霊園の裏側に来ております。はい、北山の隣は佐代さんでございますね。あれ誰か通った、あれまた誰か通った、なんかおるぞ。なんかおるぞ。待て。あ、ダメだ。やっぱ野生は早い。野生は早い。いい運動でございます。登りはきついですけどね。動物がいるんだから、心霊スポットといえど、そんな声は入らなそうだな、今日は。なんだあれ？あ？なんだあれ？ちょっと待って。カエルの鳴き声とかがピタッて止まったんだけど、やめて。そういうのが一番不気味。はい、後ろ。あれ？なくなっちゃった。気のせいか。多分映ってねえよな。気持ち悪い。登りきついっすよ。はい。さあ、職質される前に帰りましょう。なんで。赤い緑と狐のタヌキ。
墓跡でも行ってみる？